はい、どうも、マノチです。よろしくお願いします。龍が如く2やっていきましょう。前回の続きですね。はい。やってきます。いろいろサブイベントこなしました。それで740万まで貯まりました。お金持ちになりました。で、スナック葵に行けばストーリーが進むらしいんで、入っていきたいと思います。ここで会話するってなってんだけど、違うね。どうすりゃいいのかな？誰かいんのかな？人が。人は見当たらないよね。あ、いた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 。おらへんで。はい。うんうん。ありがとうございます。よし。じゃあ、早速、向かいますか。バーはね、ステイルらしいです。あ、ピークついてんね。近くまで移動しちゃいます。カット。はい、ステイルまで来ました。早速、進めていきましょう。カオルちゃーん。いなくない？いなくない？狭山という女が来てなかったか。カオルさんなら少し前に帰られましたよ。なんだと？川でも眺めてぼーっとしたいって言ってましたから。川の方へ行かれたんじゃないでしょうか。すまないな。じゃあ川の方へ行きましょう。あ、ピンクついてるね。じゃあそこまで。まあ、ここは距離近そうだしカットせずに行きますか。こっちから入ればいいのかな。あんたら何してんねん。姉ちゃん、俺らに何か用か？逆らったらどないなるか分かっとるやろな。はよ行き。すいません。待てや。なんや。なんかこう急に胸のあたりがカッカほてってきてな。それがどないしたんや。あんた、女やな。一晩俺らに付き合わんか？自分何言ってるか分かっとんのか？当たり前やな。刑事さんやから余計に興奮すんねん。俺以上侮辱したらパクるで。おお、怒った顔がたまらんな。くやっ、ああ、俺は強い女もっと好きやねん。わりゃ、何者じゃ。その女のボディーガードだ。お楽しみはこいつ片付けてからや。いやー、やられるカオルちゃんを見て俺は興奮してしまったよ。かわいいな。待て、あいつ武器持っとるぞ。ショットガン取っとくか。持たないな。よいしょ。
あとお前一人だぞ。余裕です。どうしたんだ？いや、私たちなんか変だなと思ってね。ん？ねえ、今夜空いてる？あ？ああ、ちょっと遊びたい気分なんだけど、付き合ってくれる？ごめん、待った。意外にビール売ってなくて。いや、街を見ていたところだ。はあ、おいしい。お前さっきも飲んでいたんじゃないのか？運動の後の一杯はちょっとちゃうねんな。いい場所だな。ああ、ここいいでしょう。今日付き合ってもらったお礼や。本当はうちしか知らん秘密の場所やねんけど、今日は特別に教えてあげるわ。いい気分だ。もうちょっと飲むやろ。立ってくるわ。ん？悪い。気が利くんだな。
無理して褒めたってビール以外出てこんよ。別に無理したわけじゃねえよ。何言うてんの。うちはね、そういうおだてとかお世辞は好きちゃうし。ふん。本当に素直にそう思っただけだ。せやからさっきも言うたけど、褒めても何にも出てけえへんよ。そういうところは案外可愛いんだな。な、あのな、うちは今まで優しいなんて言われたこともないし、可愛いなんて言われたこともない。男勝りで現場でもうちが乗り込んだらみんな引いてるわ。せやからあんたが言うてることが嘘やってことぐらい分かってるし、そんな言葉言うてもらうためにここに連れてきたわけや。そいつらには分からねえだけなのさ。何が？お前が刑事である以前に女だってことがさ、周りが何て言おうと気にするな。人間、自分らしくいることが一番大切なんじゃねえのか。そら、そうやけど。今のお前は周り気にして突っ張ることに必死で、自分自身を見失っちまってるんじゃねえのか。世の中にはお前のいいところを大切にしてくれる奴だってきっといるはずだ。どうした？行こう。ちょっと酔っ払ったわ。うちはね、そういう女としての幸せってやつは求めないことに決めたんや。そりゃ好き好んでそう考えたわけやないけど、でもそう考えてきたからこそここまで来れた。そして今の自分がある。その気持ちは誰にも分からへん。私にしか。ああ、そうだな。え？俺はお前の過去の全ては知らねえ。でも俺は誰が何と言おうと、本当のお前は優しい人間だって思ってるぜ。おせっかいだったかもしれねえが、一人の男の意見として覚えておいてくれ。あんたって不思議な人やね。本当にヤクザやったのが信じられへん。だから言ったろ、人から見た印象なんてその程度のものだってことだ。酔っ払ったんだろ。帰るか。え、あ、うん、そうやね。俺はもうちょっとここで推しを見てるよ。え、じゃあうちも。明日は生き残りの男と会わなきゃいけないんだろ。今日はしっかり休め。それに俺は逃げも隠れもしねえよ。そういうことやなくて。今夜は俺に借りがあるはずだろ。素直に言うことを聞け。そう、わかった。じゃあ今日はママのところに行くわ。葵か。うん。じゃあ明日の朝10時橋の上で待ってるわ。わかった。ねえ、ありがとう。待ち合わせまで時間があるな。少し街をぶらつくか。いやー、ちょっとカオルちゃんさ、可愛いはいいんだけどさ、ちょっと予想ね、死ぬ？カオルちゃんすげえ死亡フラグじゃない？こんなこんなねえ、いやー、やだ
いや死なないこと願うわ、マジでマジで願うわ。でどうすりゃいいの俺どうすりゃいいんだよ、街にほっぽり出されたよ。攻略サイト見ますか。橋に行けばいいのかな、蒼天堀側のマップ、ここら辺に行けばいいらしいです、多分。じゃあ行きますか、移動しましょう。何やお前は、何すんねん。あんたそれを捨てたら後悔するんじゃねえのか。何やと。それ入れ墨の死体だろ、しかも普通の図柄じゃねえ。なんであんたそれは、ひょっとして筋もんか。まあ近いところだ。兄ちゃん、うちに寄って茶の一杯でも飲んでけや。ついてこいや。帰ったぞ。お帰りなさい、師匠。わしの客人や。あ、師匠、これ。あいつに見つからんようにしまっとけや。あ、はい。おい、何してんねん。あんたも早来いや。お客さん、どうぞ奥へ。あ、よいしょ、わしは古くから大阪でこの商売をしている四代目風堀氏や。さっきは世話になったな。あんたは関西を代表するあの風堀さんってわけか。神室町でいう、歌堀だっけのやつかなと同じような感じかな。俺の背中を掘ってくれた師匠から聞いたことがある。歌堀。うん、はいはい。これはうちの一家に伝わる竜の指定でな、代々風振りを継承したもんにしか俺に知るもんや。交流か。よう知っとるな。そう、地震の蝶と呼ばれる伝説の竜、光竜や。なんかあれだね、今の光竜、郷田龍二に似合いそうな入れ墨だよね。なんだ。兄さん、はい、ふんふんふん。ちょっと待って待って待って、詳しく話してる時間なんてあんのかい。追いかけた方がいいんじゃないのかい。うん、
そうだね。サトシ。ポケモンマスターだな。はい。はい。まあ彼本職ポケモンマスターだからね。はい。はあはあはあ、なるほどね。はい。遠いっちゃ遠いな。よし、じゃあ歩いていきます。到着しちゃいました。やりましたね兄さん。はい。こんにちは。お前がサトシだね。はあ。スタンガン持ってるぜ。お力しだろうが。ビビっとんとんが。なんか武器持とう。よいしょー。よいしょい。なんかだるまみたいな発見したぞ。だるま元だるま、だるま元。だるまあれだな、攻撃のテンポすげえ悪いな。よし。何もやお前。ん？お。はい。
やっぱりね、やっぱりまあまあそうだろうね。はあ。10年前合田隆二を初めて見た時、わしは衝撃を覚えた。この男はわしの生涯最高の下地になる男やと。そして代々伝わるあの竜を掘ることを決めたんや。そやけど筋彫りしようとした時、わしの手は動かんようになってしもうた。そうなんです。だから私がその続きを師匠に代わって掘ったんです。この竜を背負ってから多くのものを得て多くのものを失った。だが俺は竜を掘ったことも今の自分があるのも全て運命だったと思ってる。あんたたちが合田隆二に掘ったのは間違いじゃない。桐生さん、力を持った人間はよく道を間違える。だから人間なんだ。だがその道を正すのはあんたたちの仕事じゃない。あんたたち掘り師には掘った男の顛末を見届けることしかできない。明菜さん、もしあんたに掘り師としての責任があるなら、風堀を継承して龍二の行く末を見届けるべきなんじゃないのか。桐生さん、それじゃあな。桐生さん、私もう逃げません。五代目風堀を継ぎます。ありがとうございました。はい、ここで終わりですね。10章、ちょっと長かったかな今回の動画は。まあ後でちょっと編集してみないと何分になるか分かんないですけど、40分もいってないかな、いってるか分かんないですけどね。はい、いやー、てか、カオルちゃん、あれね、女だね。うん。まあ、さっきも話したけど、嫌な予感しかしない。正直ね。正直嫌な予感しかしないよ。この展開は。まあ、とりあえず、今回はここで終わろうかなと思います。はい、そんじゃ、終わります。バイバイ。